おはようございます。こんにちは、こんばんは。ルカです。今日はデイリーガイダンスオラクルカードから1枚引いてみました。では今日もこのカードのガイドブックに書いてある説明朗読していきたいと思います。 What do you desire? あなたの望み。あなたは心が赴くままに自分の人生の脚本を書くことができます。自分がしたいこと、望むものが何なのかをはっきり自覚し、それを受け入れる気持ちが生まれれば、まるで魔法のように望むものすべてがもたらされるでしょう。あなたは次に何をすべきかを示してくれる印を待っていたようです。それがこのカードを引いた理由です。天使は答えが外側からではなく、あなたの内側からもたらされる事実を知らせています。変化を起こすためには、まず自ら欲するものを自ら決めなくてはなりません。瞑想のための時間を作り、心に宿る真の願望を見極めましょう。あなたには他のすべての人と同様に、最高のものを得る資格があるのです。その他の意味、願望を実現させるため、前向きなイメージを思い浮かべ、前向きな言葉を使う。願いをはっきりさせる。願いが実現することを祈るとき、恐れの気持ちや罪の意識をすべて解き放つ。以上になります。それでは今日も皆様が幸せで平和で笑顔がたくさんあふれますように。ルカでした。バイバイ。